ダンダンベルカ。皆さんこんにちは。プロバスケットボールリーグ B2 リーグの長崎ベルカの情報をお伝えするダンダンベルカです。 B2 で戦う長崎ベルカ、今日はその B2 リーグのレギュレーションをご紹介します。今シーズンの B リーグは9月から5月までの開催予定で、 B2 リーグでは東と西の2つの地区に分かれ、1つのクラブが行う試合数は60試合です。今シーズンの B2 には全部で14クラブが所属しています。その14クラブを西地区と東地区で7クラブずつに分けて順位を競うんです。クラブの本拠地で西と東に分かれます。長崎ベルカは西地区、福岡、佐賀、熊本と九州のクラブが4つも名を連ねているんです。長崎ベルカが戦う60試合とは、同じ西地区の6クラブと6試合ずつの計36試合、東地区の全7クラブと2試合ずつの計14試合、さらに東地区のリーグが指定した5クラブと2試合ずつの計10試合を行います。合わせて60試合です。最終的には全試合を通じての勝率で順位が決まることになりますが、B1 への道はもう少し続きます。 B1 昇格をかけたプレーオフです。進出できるのは西と東地区の上位3クラブ、そして2つの地区の4位以下の8クラブで勝率が高い2クラブもワイルドカードとしてプレーオフに進出します。そして降格もあります。全14クラブで勝率が下位の2クラブは B3 へ降格となります。プレーオフは8クラブでトーナメントを行い、そこを勝ち抜いた上位2クラブが晴れて B1 へ昇格できるのです。お伝えしたように、来年5月まで続く次のシーズンへ長崎ベルカも動き出しています。今月8日から10日までの3日間、島原市で長崎ベルカのキャンプが行われました。5月の B3 リーグ閉幕以来となる合同練習には、まだクラブに合流できていない外国籍の選手を除いたメンバーが参加し、いよいよ今シーズンへのスタートを切りました。中には熊本から加入した宇高健太選手の姿もありました。練習公開日に駆けつけたブースターはおよそ200人。皆さんがいかにベルカを待っていたかが分かりますよね。選手たちに拍手を送ったり、写真を撮ったりしながら2時間半の練習を見守りました。今シーズンから指揮を取る前田健次郎ヘッドコーチ、この時期は個人のレベルアップを目標に、それぞれの選手に合わせた練習を行っています。基礎体力や瞬発力の強化、ベルカの持ち味の一つともいえるスリーポイントシュート、さらにはパスや連携の確認など試合で必要な基礎を磨きます。ゲーム形式での練習は行われず、まだベルカの本領を見ることはできませんでしたが、今シーズンのチームについてゼネラルマネージャーの伊藤拓磨さんに聞きました。やっぱ去年からこう積み上げてきたものがあるので、そういった意味ではさらなるレベルが期待できるんじゃないかと思いますし、まあ、本当に去年の7月と比べると全然もう今の方がもう比べ物にならないぐらい、いい感じで仕上がってます。まあ、健太であると彼のサイズであったりだとか、彼が成長することによってチームとしての戦い方も、すごく広がってくるのかなと。ジョーダンであったらもう本当に彼はもうすごいオフェンスではもうすごい能力の選手なので、いろんな得点の取り方ができるんじゃないかなっていうところが
あります。もうパブロで言うと、もう彼は本当に経験もそうですし、どうしてもディフェンスの面で硬いディフェンスを見せたかったりだとか、まあ、そういった時に活躍してくれる選手。たくまさんからご覧になって、どんなリーグになりそうだとお考えですか？いや、めちゃくちゃ厳しい戦いになると思います。やっぱりどこもすごい気合いで補強しています。自分たちがやってきたバスケっていうのは本当に魅力的なバスケットでもありますし、勝てるバスケットでもあると思っているので、本当にそこはブレずに、自分たちのやることをしっかりやれば結果はついてくると思います。公開練習の後はブースターとの交流も行われました。久しぶりに選手の方見れて、皆さん元気にやられてたので、次のシーズンも期待できるなと思いました。ベルカロスだったんじゃないですか？むちゃくちゃロスで、もう今日むちゃくちゃ待ってました。シーズン楽しみにしてます。頑張ってください。頑張ってください。次回の放送ではこの島原キャンプにも参加した新加入の三鷹健太選手を注目します。それでは来週もダンダンベルカー。